じゃあ皆さんこんにちは、ナムでーす。最初に喋るはずじゃなかったんですけど、あ、ちょっとすごいここが眩しくて、あれすいません文句言って、あの喋るはずじゃなかったんですけど、あのハザードチェックが早めに済んでしまって、あんまりやると曲バレしてしまうんです。焦って変える。ちょっと譜面が見えない。クライト、はいですね。でなんかあの先ほどコメコメさんすごかったんですけど、なんと一気に4分の1に減りました、人数が。多分最小人数ですよね今日ね。今日なんか多いあの、ね、最後のトトさんトトさんって言っていいのか、あのトトロさん、トトロさん、トトロさん、トトロさん8人でしたっけ、ね、だからそこからも4分の1っていうね、はい、最大人数で占めてるんですね、はい。で今日はどうしよう、あのこの時間に喋るっていうのがなかったので、どうしたらいい、すいません、いろいろねこの時間に調整っていうね、はい、一応25分スタートで、そうそうそう、あんまりね早くやっちゃうと、あの25分めがけてくる人がもしかしたらいたらあれかなと思って、ちょっと喋れるっていう話なんですけど、いかがでしょうか。なんかちょっとね、なんかあのみんな見えづらい人が多いみたいで、ユージさんもこの間見えんとか、あの綿さんもこの間見えんって言ってましたけど、ちょっとちゃんと見えるようにしてもらうと、あとでこうボタン押し間違えたりとか、いろいろ大変なことがあるので。見えてても間違えるけどね。うん、そうですね。見えてても間違えますね。それはある。それはあるけど、あの光がないと余計見えません。はい、やります。あ、今日は、あ、じゃあもういきなり、ちょっとまだです。今日、じゃあね、あの後で喋るはずだったこと言っちゃおうかな。これ外すはずだったんですね。今日暑いですね。暑いですね。で何が言いたい。はい、で今日あのたけしさんの40周年、音楽、あいた。はい、たけしさんの音楽生活40周年でいいんですかね。はい、自分勝手にそういう風にあの解釈してるんですけど、おめでとうございます。でそのイベントに呼んでいただいて本当にありがとうございます。熊本から来ました。熊本からね、すごいこの機材全部持ってきたんですよ、熊本から。すごくないですか。はい、なのでね、あのこちらには1年に1回ぐらいしか来れないかもしれないですけど、またあの再会、全部喋っちゃうねこれね。また再会で、後で喋ることなくなるかもしれない、だんだん寡黙になるかもしれないんですけど、許してください。うん、なんですけど、うん、ね、始まっていいですか。はい、っていう感じなんですけど、はい、で私は大阪から来ました。でよくあの大阪から来て、まあ、実家は名古屋でして、後でまたちょっと紹介しようかなって思います、いろんなことを。覚悟しとけよ名大夫。はい、じゃあですね、始める、ちょっと待ってね。じゃあね、ちょっとさっきとは打って変わったあの大人の曲で始めさせていただきます。
いや、やっぱり今からでも遅くないから頑張ってみようかな。いや、でも今ちょうど遅いテレビが始まっちゃった。これみたいなどうしよう。じゃあ明日にすれば、今日はもう休んで、じゃあ明日にすれば、じゃあ明日にすれば、今夜はテレビ見て、じゃあ明日にすればいいよな。
恋人たちの歌なんですよね、うん、クリスタルな恋人たちっていうすっごい放題がついてて恋人たちの歌なんですけど、あの私が今日本語で歌ったバージョン、まあ、じゃあ明日にすれば、あの今日やるのがめんどくさいなら明日にすればっていうちょっとふざけた曲になってしまいます、はいはい、で2個目があの、うん、マクロスの歌ね、青函飛行でもあのアニソンなんですけど、あのすごい菅野陽子さんっていう人の作詞作曲で、すごい私たちの好きな曲ですから、好きな曲を好きなようにやっておる感じですね。で次はですね、ちょっと静かな曲を途中で飲むんで、静かな曲を2曲ほど続けてやるので耳ちょっと取ります。で、次の曲は多分あんまり知ってる人がいない曲なんですね、ありがとうっていう曲ですけど、あの内容としては、まあ男女かな、男女じゃなくてもいいんですけど、まあなんかそういう近しい関係にあった人がこうお別れすることになって、でもありがとう、その後にもう一曲続けてやります。よろしくお願いします。痛んだ心も、
ありがとうございます。僕たちのソウルじゃないよ、それは。本当に弾いてる、こいつ。曲名は、おいよりかのありがとう。
監督のスワローテールっていう映画知ってます？昔の映画です。なんかね、山口智子さんとかチャラ、三上博史、私誕生日同じなんですけど自慢年は違いますけど、あと渡部篤郎と江口洋介、誰、とにかくかっこいい人ばっかりいっぱい出てた映画で、めちゃくちゃかっこいい映画です。でその中で、ヤンタウンっていう移民の街みたいなのがあるんですけど、ヤンタウンバンドっていうのを作ろうって なったんだけど、その作ろうか作るまいかみたいな時に、あのさっきの三上博史演じるチャラの、チャラ演じるグリコの彼氏が、グリコ Sing My Way、 My Way を歌えよって言って、あのバンドのメンバーはみんな外国人なんですよ、顔がね、だけど日本語しか喋れないみたいになってその人たちがもうじいちゃんの歌じゃんみたいなこと言うんだけど、チャラが歌い出す。映画ではね、英語だったんです。あの今日あのちょっと泣くけどあの日本語で歌ったのには理由があって、今日、多分あんまりめったにやらないかなってこの曲なんですけど、たまたま名古屋でこの日にこの曲を英語じゃない日本語でやるっていうのはちょっとフォー金森ファミリーです、はい、あと喋らなきゃいけないこと何かありましたっけ抜かしそうなんですけど、あのとりあえずあの静かな2曲終わりまして、ありがとうと言って恋が終わった、歌も終わったので、次はラブソング行こうと思いますみんな恋をしようみたいな感じで、でこの曲もちょっと古い、てかだいぶ古い、27年前の、トレンディードラマね、トレンディードラマの主題歌、みんな多分27年前、ね、に生まれてた人は知らないかもしれない、まあ30以上ぐらいの人は絶対知ってるだろうっていう曲です。他に何か言いたいことはなのでまたあの皆さんで一緒に楽しんでいただければなと思います。ちょっと待ってね、水飲むからね。ネタが尽きたいや、これも喋ってもよかったんだけど全然ね、なんか時間大丈夫かなとかいろいろ考えております。大丈夫です。じゃあまためちゃくちゃ喋るか、あと2曲、そうこれとあと2曲ね、これともう1曲ね、はい、おかわりはなし、残業なし。はい、じゃあやりましょうか。あ、じゃあベニ風に、レッツゴー。
皆さん声始まりました声始まりました。で、あ、そうだ、メンバー紹介してきましたよ。あ、一応したか、したんですね。はい、あの、そう、カニャです、熊本です。なんか喋る、喋らない特にないです、特にないですと言われました。私ちょっと思ったんですけど、さっきたけしさんの衣装を見て、ちょっと衣装かぶってるよね場所も、ね、やっちゃったねもうさっき気づいて、あ、そう、そう場所も立ち位置も楽器も一緒そして服の色、おまけに髪もシルバーにしてすごい丸かぶりなんですけどね全く打ち合わせなしでこんなことになって、おまけに2バンド連続みたいなね目立つったらありゃしません。次も、次もです。3、あ、そうです、次はあのピースオブケークで、はい、そうです、次も被るこんな偶然ってあるだろうか。さすが金森ファミリーの日ですね今日はそうです、そうそうそう、で、すいません、話さなきゃいけないことは何かあったような気がするんですが、あ、ちょっと何でしょう、何だったんでしょう、特にないかもしれない皆さん楽しんでますか？イエーイ、ありがとう。今日は外を歩いていたらね、もう湿度めちゃめちゃ高くて、あの、暑いですし、今は雨が降っているのか降っているのか、まだ降っていないのかな、なかなか大変ですけど、あ、そうです、ここまで喋って思い出しました。この曲はあのラストの曲なんですけど、あの、オリジナルです、唯一のオリジナル、現存する唯一のオリジナル、もう一曲あったはずなんですけど、どっか行きました、でですね、この曲はだいぶ、ね、11年ぐらい前に作って、そのまま今まである、ちょっとずつバージョンを変えながらでですね、あの、ちょっとビビったまだ始まりません。で、あ、なんだけど、この曲の内容っていうのは、私昔航空会社に勤めてまして、今日まだ降ってないけど、まあ、すごい地上がすごい雨降りの日ってあるじゃないですか、まあ、心にも雨降りってあるじゃないですか。で、そしてですね、だって高度多分1万フィートぐらい、あの、国内線だったらまだね、雲の中を飛んでたりするんですけど、下が雨の時ね、あの、まあ、海外旅行に行く時とか1万、まあ、3000フィート、はい、ぐらい飛ぶとずっと晴れてるんですよね。地上がいくら雨でも、今が大変でもね、あの、ちゃんとね、晴れてるところあるんだよっていう、そういうのを思い出してねみたいな感じの曲で作りました。それからですね、私たち2人なんですけど、このカニャがですね、すごい DJ、キーボード、コーラスをやってくれてるカニャがですね、ここにもう何人分もの命を吹き込んでるんですね。あ、時間ですか？わかりました。なので、はい、よしよししてあげてください最後の曲長いで、結構わかりました。タイムキーパーからゴーが出ました、負けが入ったので、じゃあ最後の曲やろうと思います。新しい服を買わなくちゃです。聴いてください。まあ、楽しんでいってください。ナムでした、ナムでした。ナムです。 Of course it is important not to change and not to give up, but I think it is also important to have the desire to change, the determination to change, and the courage to take the first step. Let's go to a new world. Thank you.
ありがとうございました。